後は車庫へ引き上げます。ご乗車には慣れませんのでお忘れ物ございませんよう皆様お降りください。高槻大阪神戸方面の普通電車新快速電車は隣の5番乗り場から発車をいたします。大阪行きは7番乗り場から発車します。列車は